シネマアナリスト松川ゆまさんとお届けするカレイドシアターのコーナーです。今週も松川ゆまさんとお届けします。松川さん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうも。今日も始まりましたカレイドシアターのコーナーです。今日が何日だ。21日、うん、もうあと一月そう切りました ね、 ね、カンヌ映画祭までね。そうなんですよ。私は1年間カンヌのために生きているみたいなところがありまして、もうワクワクしてるんですけれども、はい。で、まあ先週ね、ちょうど14日上映作品が決まった、はい、今日決まるんだ、発表だ、夜中なんだとか言ってたけれども、うんうんうん、実はですね、向こうの昼の11時だったの。だから家帰ったら発表されてて、あら、あら、早いじゃんとか思って、あ、また嘘言っちゃったなって。時々ね、いろいろ計算違いしてますよ、時差ね、引き算ができなかったりとかね。50周年はね、60周年、60周年って一生懸命言ってたりとかね。すごい10年。10年ブランク。ゆまさんね、2022から1972を引けばいいのよ。77か。引けばいいのよ。あ、72だ。言われちゃった。そう？でもどっかに書いてあったような気が。そういうのちゃんと計算しなさいと怒られましたけど。はい。スパークルブラザーズは50周年でございます。はい、60周年になりますね。50だ、まあ、それはもうどうでもいいんですけど、はい、はい、どうでもよくはないですけどね。はい。それはちょっと、訂正でございました。はい。いつの訂正だかもう皆さん忘れている。そう。はい。いろんな情報があるから。はい。ごちゃごちゃになっておりますが、はい。今日はですね、先週発表されました、カンヌの今年の上映作品についてお話をしていきたいと思います。はい、それで、まずちょっとですね、明日から公開の作品1本だけね、うん、ご紹介したいと思うんですよ。はい。まあ、他にも今週はとてもカンヌ絡みの作品が公開されるんだけれども、それは先週やっておいたので、はい、今週は明日から公開されるカモンカモンという作品をちょっとご紹介したいですね。はい。おいでおいでのカモンね。まあ、これ、あれなんですよ。ジョーカーでアカデミー賞を取った、リバーじゃない。ホアキン・フェニックスが主演の作品なんです。リバー・フェニックス。リバー・フェニックス、可愛かったよねって知ってます？知ってますよ。知ってますか？よかった。もう、知らない人がね、もういっぱいいると思うんだけれども。そうか。はい。彼の弟ですね。はい。あそこにじゃあ5人兄弟なんです。あ、ね、兄弟多いですよね。5人兄弟で、そのうち4人が俳優になって、まあ、5人とも入りたかったんだけど、1人辞めちゃって、うんうんうん、まあ、今でも一応、亡きリバー以外の、あと3人、俳優をやりつつ、まあ、子育てとかね、ミュージシャンとかもやってますけどね。あ、うんうん、まあ、とにかく、ホアキンが主演する、カモンカモンという作品です。こちらはですね、ユナイテッドシネマの浦和で見ることができますが、ちょっと川口ではやってません。はい。で、これ、モノクロなんですよ。で、監督はね、マイク・ミルズという人なんですけれども、彼は、なんとね、今までね、4本目のね、長編劇映画なのね、はい。で、いつも家族の話を書くんですね。最初、サム・サッカーっていう親指を吸う男の子の話。これ多分自分の話なんだけど、その話から始まって、人生はビギナーズという作品で、突然お父さんが、俺、実は同性愛者なんだと、宣言してしまったというね、お父さんの話。はい、で、これがお父さんのことでしょ、はい、で、これでね、クリストファー・プラマーが、男優賞を取ったのね、アカデミーのね。で、まあ、人生はビギナーズお父さんのことを書いて、その次に、20th Century Woman という作品で、今度はお母さんの話を書く。で、このお母さんっていうのも、かなり自由奔放なお母さんで、まあそういうような、実は、私、同性愛者でしたっていうお父さんを、と結婚してた人だから、はい、うん、不思議な人なんですよ。という不思議なお母さんの話を書いて、今回は自分の子供の話だ。というか、自分が子供ができて、その子をお風呂に入れてる時に、ふと、あ、子供の話を作ろうと思ったんだって。それで作ったのが今回のこのカモンカモンで、ということは、ホアキンが演じている主人公の男の主人公は、まあ監督自身の話というふうに考えてもいいと思うんですね。もちろんフィクションではあるんだけれども、いろいろと自分のことだとか、それから自分のスタッフが、やっぱり子供を育てているところで、いろんなことがあったよっていう話を織り込んだりしながら作られた作品なんですよ。はい、非常にリアル。
で、いつも大体この人が描く家族っていうのが、あんまりね、こう普通、いわゆる普通という、そういう家族ではないんですよ。でも、なんか自分たちは一生懸命なのね。で、一生懸命に普通の家族をやるぞとか、もう肩に力が入っちゃってなんか変だっていうような家族をね、描くことが多いんです。で、つまり、その、一生懸命普通にしようと、しすぎて頑張っちゃうんだけども、まあ、正直なんだよ。正直すぎるんだよね。で、正直であろうとすることで、他の人傷つけちゃったりすることってあるじゃないですか。はい、なんかみんながそうなんです。あそこんちの家族。この人が描く家族ってのは大体そういうところが多くって。今回も、お母さんが、まあ、地方症になって、そのお母さんを看取った兄弟なんですね。主人公が男の子で、お兄ちゃんで、妹がいる。で、妹に子供がいるんだけども、その妹が結婚している、その、子供のお父さんっていうのが、ちょっとね、やっぱ精神的にね、不安定な人なのね。で、まあ仕事が見つかったって言って、ちょっと遠いところに行ったんだけど、そこで、ちょっと、もうなんか、イラ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 イって、病気が、になっちゃうわけ。で、お母さんは、もうそのお父さんが、つまり自分の夫が心配で、自分がそばに行って、ケアしてあげようと思う。ということは、子供はどうする？まだ9歳なんだけどさ、その子供はどうする？お兄ちゃん、面倒見て。で、お兄ちゃんの方は全く子供もいないし、ただ、彼は、その、ラジオの番組で、子供の、にインタビューをして、その子供の声を紹介するっていう番組をやった人なんですよ。だちょっと、まあ、ラジオのこともあるんで、はい、シンパシーを感じちゃったんだけど、はい。で、そういう仕事をしてるんだけれども、自分には子供がいない。だから、うん、まるで初めてなわけ、子育てが。はい、突然、9歳の子のお父さん役をやることになる。はい、さて、困った。というようなお話なんですよ。この子がね、なかなかうまいんだな。この9歳の少年なんだけれども、はい、すごくこう、やっぱり大人っぽい。まあそういうね、ちょっと不安定な親を持ってるとね、子供が大人っぽくなるんだよね。大人っぽい子供で、もうなんかいろいろとね、哲学的なことを考えて悩んじゃったりするような子なわけ。でもまあ子供は子供だからね、そのいろいろなすこと、やることなすことが、まあいろいろとこう、お父さんじゃないや、おじちゃんをこう引っかき回すわけだ。で、時々、こう、ふっと、やっぱり子供らしいというか、不安になったりとか、寂しかったりとか、そういうところも見せながら、その、まあ、おじさんと、その、おいっ子が、どうやって生きていくか、まあ、しばらくのことなんだけどもね、数週間のことなんだけども、どうやっていくのかなっていうようなお話になっている。で、そのね、ホアキンがすごい可愛い。で、この前がジョーカーじゃないですか、はい。で、ジョーカーの前も実は殺し屋役だったんですよ。で、どちらも自分のお母さんとか、そういうこう、ケアをする相手を持っていながら殺し屋っていうね、殺し屋とか、なんかその、はい、殺人を重ねていくっていうような、まあ、壊れた人の話だった。でも、今回は、壊れてないです。壊れてないですっていうか、そのイメージをスパーンと捨ててですね、はい、多分こっちがね、素ですね。うん、多分ね、非常に彼の、本人に近いんじゃないかなっていう感じがするんだな。はあ、で、ちょうどね、ホアキンも自分の子供ができたとこなんですよ。で、この映画の後で生まれたんだけども、ルーニー・マーラと結婚して、はい、初めての子供が できて、まあ、これからお父さんになる、お父さんってじゃあどういうことなのかなっていうことを考えながら演じてるんですね。ホーキンは、うん、兄弟、末っ子でしたっけ？いや、末っ子じゃないです。下に妹がいます。あ、そっか。うん。で、次男なんだね。そっか。で、あと3人女の子。女の子なんだ。で、まあ、不思議な、あそこにちも不思議な家族で、うんうん、ちょっと新興宗教にハマってた家族なんですよ。で、それで、まあ、ヒッピーのようなね、まあ、寝なし草の生活をずっと子供の時代やっていた。うんうん、で、まあ、お金のためもあって、演劇というか、まあ、役者を始めた、はい、子役を始めたっていう人なんで、はい、自分にとっても、モデルになるお父さんとか、モデルになる家族とかがないわけ。だからそれは、新しく考えながら、暗中模索しながら家族を築いていかなければいけない人なんですよ、ホアキン自身が。はい、だから、そのホアキンと今回の、突然お父さんやんなきゃいけなくなったっていうのが、こう、ぴったり合ってくる。すごくこう暗中模索しながら。でも自分に正直で、いわゆる、親だからどうしなきゃいけないみたいなのとか、はい、押さえつけるとかっていうのなしで、
フラットに付き合いたいと思うんだけれども、でもどうしたらいいか、ちょっと不安っていうのがね、はい、すごくよく出ていて、とても可愛らしい映画になってました。カモンカモンという作品です。はい、東宝シネマズの日比谷、それからユナイテッドシネマの浦和、東宝シネマズでは日比谷、六本木、新宿、それからね、西新井なんかね、川口にいる人は近いんだよね。はいはいはい、で西新井でもやりますので、ぜひどうぞ。あのね、近いんですよ、はい、西新井。みたいですね。ここから、オーナーズのやっすんがよくランニングを川沿いする、うん、で、西新井まで行って戻ってくるっていうぐらい。走れるぐらいですね。あ、そうなんだ。はい、私、バスでしか行ったことなくて。だから、遠いのかと思ったんだけど。川沿いをね、こう行くらしい。私もちょっとあれですけど、車だとね、神奈川ずっと行くと、ね、15分ぐらいで着きますけど。まあ、東方シネマズですからね、はい、あの、西新井のシネコンの中、シネコンなので、はい、車止められるし、そうですね、お買い物ついでに行けるかな。いいはい、そうですね。西新井でやっております。はい、カモンカモン4月22日から公開です。はい。さて、ということで、まあ、カヌ。2022やります。3年ぶりですよ、5月に戻ってきたのが。やります、行きますなんですよ ね。17日から行くんですけれども、はい、17日から28日まで、火曜日始まりの土曜日終わりという、はい、そういう風になったのは、はい、実は今ピールレスキュールっていう会長なんですけれども、はい、彼が始めたことなんですね。で、彼の改革の一つだが火曜始まりに変えた。今までそれまでは水曜日始まりだったんだけど、うんうん、水曜始まり日曜終わりだったんだけど、それをちょっと前倒ししたというようなところから、このレスキュールさんはいろいろとね、改革をね、行ったわけですね。で、会長の期間っていうのは、任期か、任期というのは3年なんです。だから 2回やったのね。で、2期6年をやって今年で終わりなんですよ。で、最近その新しい会長が決まって、今度はね、女の人なんです。女の人が会長になりますが、はい、今年がこのピエールレスキュールが最後の会長の官能、になりますね。なるほど。それで、まあ、どういう風になるのかなというふうに楽しみにしてるんですけれども、まだね、審査委員長が決まってない。審査委員団も決まってない、ね。なんかおっしゃってましたね。うん、ちょっと遅いかな、うんうん。で、ポスターは発表になりました。ポスター昨日発表になって、はい、トゥルーマンズ、なんだっけ、トゥルーマンズショーの、はい、最後のシーンとね、なんかリンクするような、ポスターなんですよ。はい。で、まあ、綺麗な空色の、まあ、空を描いた壁に、こう、階段があって、それを、こう、登りながら、ふっと手を伸ばすと、そこに75。今回ね、75回目なのね、はい。75っていう数字がついてるっていう、そういう綺麗なポスターなんで、はい、帰ってきたら、お見せしますね。見たい。はい。で、さてさて、ポスターは発表されたが、審査員団はまだ、ね、まだなんだね。で、あと、並行週間というのがあって、監督週間と、それから批評家週間というのがあるんですね。で、もう一つ、アシッドという、そういう、独立、まあ、インディペンデント系の、監督たちが集まって選んでいる、一つの、上映があるんですけども、はい、その3つの並行週間の作品も発表されました。はい、で、まあ、これからまたね、カンヌクラシックとか、あと追加とかも出てくるとは思うんですけども、一応、メインのところは揃ったというところで、ご紹介をしていきたいと思います。はい、で、こうやってなんか、クラクに持ってますけど、ね、今聞いていただいているのがこの CD なんですね。そうそう。で、この CD は実はカンヌで買ってきたんだけれども、カンヌで、このフェスティバル・ド・カンヌ60周年の時に出た、うん、CD なんですよ。で、それまでそのカンヌでもって賞を取った作品の音楽が入っている。うんうんうん、そして一番最初にかかるのは、必ず上映前にかかる、サンサンスの水族館という曲なんですね。はい、動物の謝肉祭の中の水族館という曲が必ずかかるんですよ。はい、で、あれを聞くと、ああ、カンヌに来たな。さあ、これから見るぞという感じになるわけ。というようなことで、今聞いていただいているのはこの CD からです。はい。はい、カンヌで買ってきたのと、おしゃれだ。60周年とかもう15年前だよね。今度75なんで。はい。いやいやいや、いつの間にか今回21回目ですよ、私。はぁ。なってしまいました。21回も行ってるってことなんです。はい、今年はもうチケット取ったんですか？もう取れました。あら。
ところがですね、チケットは取ったし、宿も決まったし、はい、でもまだね、プレスの、申請をしてるんだけど、許可が出てないんだよね。本当出ないことはないと思うんだけれども、いや、遅いなと思ってたら、昨日夜、さあ、これから寝ようかなと思う時にメールが来てて、で、あなたの送ってくれた記事の、署名がないんですけど、あれ本当にあなたのですかっていうお問い合わせが来てました。そうなんです。で、夜中にですね、夜中にってか、これを、スクリーンに書いた記事をもう一回写真を撮って、で下のところに名前がありますよ、テキスト松川ゆまって書いてありますよっていうのを写真に撮って送りました、はい、だからそろそろ来ると思うんですけどね。そんな松川さんの記事はスクリーンで見られますので、ね、はい、スクリーンですね。それからあの埼玉新聞でも、書きます、はい、で埼玉新聞で登録をしているので埼玉新聞で見ることができます。はい、それはまたね、帰ってきたらね、いつ出るかお知らせいたしますので。はい。はい、読みます。FM でも、また中継で、はい、もちろん、はい、中カンヌと結んで、スカイプでやりましょうね。はい、なので楽しみにしていてください。はい、お願いします。はい、さてさて、それでですね、はい、まずまあ皆さん多分興味があるのが、日本の作品は今年はどうなったんだということだと思うんですよ。はい、今聞こうと思って、はい、そうなんですよ。そうなんですよ。うん、でね、深田浩二監督の作品は入りませんでした。はい、入るかと思ったんだけど。でもまだね、もしかしたらなんか追加ってこともあるかもしれないんで、まあ最後までわかんないけれど、深田浩二監督はちょっと外れてました。で、河瀬直美さんも外れましたね。本当に久しぶりに外れましたね。河瀬さん。ただね、また審査員団が決まってないからね。あ、そっちに行くのかな。一回審査員をやってるんだよ。でも審査委員長はまだやってないしな。で、審査委員長だと、作品が必ず上映されるんですよ。で、どうしたかなみたいな。どうしたかなみたいな。ちょっと心配。まあ、それはいいんですけど、それはいいんですけども、まあ、日本の作品はですね、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけれども、是枝さんの作品が、新作が入ります。ただ、今回は、韓国映画。もちろん日本も出資はしてるんだけれども、韓国で撮って、韓国語で出てるのも韓国人。なんか、ガンちゃんが出ます。ソンガンホ。それからペドナね、出るんですよ。で、ベビーブローカーという、まあ、これ、コウノトリの、ゆりかごっていうのがありますよね、はい、日本で。どうしても育てられない。それから、産みたいんだけれども、それを、周りの人だとか、親だとかに相談することができない人が、子供を預けるコウノトリのゆりかごというのがあって、はい、それをモデルにした作品なんです。で、これを、コンペティションに出すわけですね、はい。で、コンペティションは是枝さんのだけなんだけれども、はい、ある視点部門、これも正式、公式上映の部門ですが、はい、ある視点部門に早川千穂さんという女性監督の作品、これね、最初の監督作品になるんですね。長編劇映画の最初の作品になります。で、彼女は、シネフォンダシオンという学生映画のコーナーがあるんですけれども、そこで一度入ってるんですね。うん、で、そこで始まって、ナイアガラという作品で、日本ではいくつか賞を取ってるんですけれども、それで、鍛えられてですね、作り上げたのが今回の長編デビュー作で、プラン75という作品です。で、この作品、実は是枝さんがプロデュースした、10年、10 years、ジャパン、in Japan という作品があるんですけれども、これオムニバスで、その中の一編として短編でまず作りました。で、それをブローアップして、長編に作り直した作品が、カンヌのある視点部門に、登場するわけですね。はい、で、倍賞三つ子がね、三つ子じゃない。千恵子の方、うんうんうん、が主演なんですよ。はい、なので、もしかしたら、倍賞インカンヌあるかもしれないなぁと思ってるんだけどね。どうなるかなぁ、ね、いいと思うんだよね。はい、割と、そういう、こう、レジェンダリーなね、女性、女優さんが来るとね、カンヌ喜ぶからね。はい。なんか来るといいなと思ってるんですけど、プラン75という作品がある視点部門に出ます。はい。そしてね、もう一本あるんですよ。で、これはアシッド、先ほど言いました、インディペンデント系の、はい、映画普及協会というのがフランスにあって、はい、アシッドっていうんですけれども、そこが作品選定だとか運営をやっている部門なんですね。で、これもう93年からやってるんですけれども、そこで日本の作品が、一本入りました。
ました。はい、山崎純一郎監督の山吹という作品です。実はこれね、2019年に撮影をしたんですけれども、16ミリフィルムで撮影をしてるんですよ。で、16ミリで撮影をして、それを、デジタル化して、今回上映するんだけれども、はい、まあ、そういうところにお金かかるのを、日本では、撮影するときには、撮影する前にか、クラウドファンディングでお金を集めて撮った作品なのね。で、それを、まあ、ブローアップしたりするのに、やはりお金がかかるんで、フランスの資本が入ってます。で、フランスと日本と合作という形でもって、このアシッド部門に選ばれました。すごい。で、まあ、青木宗隆さんが出たり、それから、三崎の兄弟、の和田美樹さんが出たりして、主役がですね、祈りキララさんという、女優さんなんですけれども、サマーフィルムに乗ってるね、まあ今年、去年出てた女優さんなのね、若い女優、まあ若い女優さんとか、まあ、少女というにはあるかな、ティーンズの女優さんなんだけども、彼女は主演の山吹という、名前の、少女をやっています。はい、で、この3本が日本作品。が、カンヌに今年は招待されたわけですね、はい、招待されたということになります、はい、でもう一つここ数年というか、まあ、そのレスキュールの改革の大きな、ところは、はい、女性監督それから女性映画人というのをフィーチャーしていこうともっと近づけていこうと、はい、エンカレッジメントをしていこうというそういうような流れがあるんですよ。でその中で、まあ、6年やってきたわけなんですけれどもそこで確かにね女性監督の作品はまあ元々そんなに少なくはなかったんだけれども増えてきてるのね。でコンペは3本だからまあ例年通りぐらいなんだけどもまあ大体例年 2,3 本入ってるんだけど例年通りぐらいなんだけどもなんと平行週間の方は本当にね女性監督の数が増えてるんですよ。監督週間なんか8本あるんだよね。でそんなに増えて、まあそんなにっていうかまあどんどんと女性監督の作品がカンヌに招待されるようになってきているっていうのは、一つ非常に心強い、傾向だなと思います、はい、でなんだかんだ言ってアメリカでもほら増えてきてるじゃないですか。でもそれはやはりミートゥーがあったから増えてきてるわけでそのミートゥーのちょっと前からその始まってるんですねカンヌの場合は。なので、こっちが先だぞとかを私はちょっと思ってたりするんだけど私が思ってもしょうがないんだけどねでも女性監督がとても力を得てきているのがね、うんうんうん、嬉しい、カンヌ映画祭なんでございますよ。はい、はい、で、そんなわけでですねまあコンペティションなんですけれども、はいはい初めての監督というのが、初カンヌの作品っていうのが初カンヌの作品が2本、それから、はい、カンヌは2回目なんだけれども、コンペは初めてっていう人が3人いるんですね。だからまあ、初めてコンペに入りましたっていうのが5人いる、うん。で、他の人はやっぱりどちらかっていうと、まあ、常連さんがやはり入ってきてるよねっていう感じはしますね。で、去年は、ほら、作品が2年分溜まってたんで、カンヌプレミアというのがあって、いつもだったらば、コンペティションに入るような、常連さんが、プレミアに回ったりしたんだけども、今回は、それが、まあ、もう一応、綺麗に履けたわけで、新たにちゃんと選び直して今年の作品になっている。でも、じゃあプレミアってなくなるかなと思ったんだけども、プレミアの方はちょっと変わったポジションになりましてですね、はい、テレビシリーズをちょっとこちらでやってるんですよ。イタリアのマルコ・ベロッキオがやっている、夜よ、さようならっていう昔彼が作った映画で、モロ首相の誘拐事件というのを扱った映画があったんだけど、それがテレビシリーズになってるのね。それを今回やるの。それからもう一つ、これはフランスのテレビシリーズなんですけれども、イルマベップという作品を、オリビア・アサイアスという監督が昔、はいマギーちゃんで撮ったのね。で、それをこうテレビシリーズにして、アリシア・ビキャンダーがイルマ・ベップをやるという、そういうイルマ・ベップのシリーズというものをフランスでやってるのを、このカンヌ・プレミアでやる、はい、という形で、ちょっとテレビシリーズをフィーチャーするコーナーになったようです。面白い。はい。で、まあ、なんだかんだ言って、このコンペティションは、
いろんな、皆さんがご存知の監督も、選ばれてるわけですよね。はい、オープニングはこれ、コンペ外なんですけれども、ミシェル・アザナシウスのファイナルカット、これカメラを止めるなのリメイクが、はい、オープニング作品になっています。すごいですね。で、それから、デビッド・クローネンバーグ、それからジャンピエールとデュックのタルデンヌ兄弟、それからクレール・ドニ、アルノー・デプレシャン、ジェームズ・グレー、この辺も常連さんだよね。それから是枝裕和ももちろん常連さんですね。今度は8回目になります。それからクリスティアン・ムンギュー、これ彼ももうすでにパルムを取って6回目の登場になるわけですね。それからルーベン・オストルンドと、彼もね、なんともう5回目なんだよね。彼もパルムを取ってますよね。スクエアでね撮っているけれども、彼も5回目のカンヌにやってきます。それからパクチャノク、久しぶりでございますね。彼も4回目のカンヌで、はい、今回はタンウェイが、ね、出てるんだよね。タンウェイが出てる。それからパクヘイル、グエムルなんかで出ている若い方のお兄ちゃんをやってたね、はい、パクヘイルが出ている、はい、などなど、パクチャノクの新しい作品も出てきます。それから去年ですね、ちょっと日本では今まで公開されてなかったんでまとめて公開された映画祭があったんですけど、ケリー・ライカートというアメリカの女性監督がいるんですけれども、はい、彼女が初コンペで、登場いたします。はい、ミシェル・ウィリアムズとか、それからジャド・ハーシュ、アマンダ・プラマーなんかが出ている、ショーイング・アップという作品がね、上映されます。それから、ロシアに関してですね、ロシア映画というのは今回、まあ、やんないよみたいなところが多いんだけれども、今回ね、キリル・セレブレニコフという、まあ、今ちょうどペトロフ家を、インフル闇のペトロフ家を、やってるんだけれども、彼の新作が公開され、入ってるんですよ。ああ。というのは、彼はもう、もともと反プーチンだから。うん、ということで、上映をしています。でも、してるんだ。上映をすることになりました。ああ、はい。チャイコフスキーの妻という作品ですね。はい、それと、まあ、あと、アンサートン・リガードの方でも、まあ、先ほどね、早川千恵さんのプラン75もありますけれども、まあ、割と新しい人が多いので、ちょっとこれはまあいいや。皆さん、あとちょっと1分なので、ちょっとね、楽しみにしているであろう、はい、コンペティション外の特別招待作品というのをちょっとご紹介しましょうかね。もちろん、トップがマーベリックですね。それからバズラーマンのエルビス・プレスリーの電気映画です。はい、それから、ね、ニッコラス・ベドスのマスカレード。ほう、これ、それから、セドリック・ヒメネス監督の11月。はいはい、そして、ジョージ・ミラー監督のあなたを待っている3000年という、作品が、オードコンペティション、アウト・オブ・コンペティションの作品として上映されます。はい、それから、ミッドナイト・スクリーニングなんですけれども、はい、韓国の作品でですね、はい、イ・ジョンジェって、ほら、イカゲームにも出た人いるじゃない？彼が監督した作品がね、出るんですよ。監督？ハントという作品で、スパイ映画なんですね。でイ・ジョンジェと、それからチョン・ウソンが、二人で、出てます。で、スパイ映画ですね。それから、フランスの映画で、簡単レビューの、フューメール・フェ・トゥズルという作品、喫煙は咳をします。直訳だとそういう作品なんだけども、とかね、あと、デビッド・ボーイのドキュメンタリー、IMAX でやるドキュメンタリーが、ミッドナイトスクリーニングでやるんだよね。これ楽しみだなと思ってます。はい。終わっちゃった？終わっちゃった？